救命団の一員としてみんなを助ける覚悟を決めた僕は犬神先輩の訓練に同行することになった。行くのはあのリングルの闇の近くらしい。魔法や勇者召喚にときめいたり、ブルリンをモフモフしようとしたり、この世界に来てから先輩はずっと楽しそうだ。次回、治癒魔法の間違った使い方第5話、ウサと再び森へ。先輩は